Thank you.
石づきたでございます。東港でございます。整形外科、リハビリ、ペインクリニック内科の井上クリニックへお越しの方は当駅西へ徒歩1分です。次は東港でございます。Thank you.
町、寺地町でございます。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。お部屋の模様替えをしませんか？素敵なインテリア、暮らしのリフォームのことなら卸売のお店インテリア浜口へ。インテリア浜口へは当駅より南へすぐです。次は寺地町でございます。
声をお持ちの方は、次でお越しください。次は、あなた口でございます。新名町でございます。運賃はゴールの際、釣り銭のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。次は新名町でございます。Thank you.
を歌ってきてください。IC カードを歌ってきてください。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。この電車は天王寺駅前行きでございます。次は高須神社でございます。お年寄りやお体の不自由な方に座席を譲りましょう。次は高須神社でございます。
次は安住町、安住町でございます。携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。次は安住町でございます。Thank you.
本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。次は上の木でございます。高宮線はお乗り換えください。携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。運賃は合理の際、釣り銭のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接入れられます。便利でお得な回数券は停車中に運転士からお買い求めください。次は上の木でございます。
車では回数券および全線1日フリー乗車券テクテク切符を車内でも発売しております。どうぞご利用ください。扉に窓を外さない、窓に入ってください。扉閉めます。次は東新不動産販売です。新築の戸建て住宅なら違うにこだわる N イストシリーズの東新不動産販売。東新不動産販売にご相談ください。皆様にお願いいたします。お荷物は座席に置かないでお一人でも多く座れますよう譲り合っておかけください。また携帯電話の通話は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。車内マナー向上にご協力をお願いいたします。はい。
ません。もう一度タッチしてください。もう一度タッチしてください。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございます。次は松野市でございます。夢を叶える暮らし家へ、不動産のことなら施工表示、新築リフォームのことなら施工表示、室内の相談の方に施工表示へお越しください。耳鳴り、めまい、脳疲労、気力、体力、免疫力、健康相談は漢方の南雄堂薬局です。当駅を降り信号を渡って徒歩1分です。次は松野市でございます。車内の中ほど奥に入ってください。後ろ扉に固まらず車内の中ほどに入ってください。扉閉めます。次は阿部野でございます。地下鉄線はお乗り換えください。運賃は合理の際、釣り線のいらないよう現金または回数券を運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転士側の両替機でお早めに願います。手塚山北畑の不動産のことなら任せて安心、手塚山商事へ。創業25年の経験と実績で信頼、安心、夢を与える手塚山商事。手塚山商事にお任せください。ブランド品金の感動買取、エコリング阿部野店は阿部野駅前住みです。次は阿部野でございます。当社では回数券および全線1日フリー乗車券、テクテク切符を車内でも発売しております。どうぞご利用ください。Thank you.
皆様ご乗車お疲れ様でした。次は天王寺駅前、天王寺駅前終点でございます。歯並びでお困りの方は小さいお子様から大人の方まで登壇無料の岩村矯正歯科へお越しください。不動産売買相続の件でのご相談は三井のリハウス阿部野センターへ。三井のリハウス阿部野センターへお任せください。なお天王寺駅前では駅の終接口で運賃をいただきます。本日も阪堺電車をご利用いただきありがとうございました。次は天王寺駅前終点でございます。お客様にお願いいたします。電車の乗り降りの際には転倒防止のためこちらはずにゆっくりとお進みください。車内マナー向上にご協力をお願いいたします。